その絵が上手くなりたいっていうふうに、まあ考えるようになったのは、まあ小さい時からそうなんですけど、その絵が上手い人はどういうふうにこう対象物を見ることができるのだろうかという、そういう絵が上手い人の視覚に興味があって、絵が上手い人は世界がこう違って見えるのかなという。で、石膏デッサンとか、そういうのをやってて、ある程度こう描けるようになると、その下手だった頃の絵を見返して、見ると、なんでこういうふうに描いてたのか分かんないぐらいに変化していくんで、良くも悪くも戻れなくなると思うんですけど、下手だった頃に。ただやっぱりその最初に例えば描いた作品とかが結局自分の核になるというか元になるんで、それをどうこう違う形で出していくかっていう。私なんかは結構飽きやすいんで、結構コロコロ作風変わっちゃったりするんですけど、アイディアみたいなのは、運任せみたいなのもあるかもしれないんですけど、ある程度画集とか、その美術史パラパラめくって、隙間産業じゃないですけど、まだこれはあんまり手がかかってないっていうふうにある程度判断して、それだったら書いてもいいかなっていう感じで書いてるんですけど、結構絵を描くって時間がかかるので、その描くだけの価値のあるものをこう描いていきたいんですよね。じゃないと描いてる最中に意味が本当になくなってきて、描く気が失せてくるんで、自分はどこにいて何をしているのかっていうのがないと、あまり面白くないですしね、やっててなんかつまんないんですよ。